はい、パーーーソナナルトレーナーのユージです。今日は下っ腹への効かせ方ということで腹筋の運動を行う時にクランチなんかね行ってねこの上の方はね結構やっていけば回数も重ねていけば痛いっていうぐらいの感じがね分かってくるという方もまあ多いんですけれども、まあ、もしくはね、まあ、使ってるっていう感覚がわかる分かりやすいと思うんですけれどもただ へそから下の下っ腹のところの使い方聞いてる感じ、まあ、そこら辺が全然よくわからないという人とか下っ腹が筋肉痛にならないんですっていう人がまあいるんですけれども。 当然ね、あのもうこれは上の方は基本的に分かりやすいです。で、下はもう分かりにくいです。難しいです。それはそもそもあります。同じようにはもうなかなかちょっともう分からないという現実はやっぱりあります。で、ただ、えー、やっぱり下っ腹に効かせたい、し、下っ腹をきちんと使いたいという思いももちろん分かりますので、今日はそこをやっていきたいと思うんですけれども、ただ、下っ腹が筋肉痛になるっていうのは、なかなか滅多になく、結構使い方がうまくなって、 いいいかかかないとなかななとととああんままりり起きないということがありますそれと筋肉痛に関しては、えー、それは他の部分もどこも同じなんですけれどもああるる程度頻繁にやってるとままりりななならなくなりますで、えー、先日も言いましたが胸のように降りたところにものすごい重い負荷がかかってくる場合には、えー、まあ週1回とかであればほぼ毎回筋肉痛になりますけれども腹筋の場合は思いっきり伸びたところ思いっきり伸びたところっていうのは正直言うとこの水平から水平よりもっと 伸びたぐらいのところまでって、ここで負荷がかかる、しかもすごく重い負荷がかかるっていうものはそもそもない、もしくはそこで重い負荷はものすごくかかってしまうと腰が反っているところなので、すごく危ない状態ではあるので、まあ、そこに重い負荷はなかなかかけられないというところもあるので、えーまあ、真ん中ぐらいからちょっと収縮したところみたいな感じにやっぱり腹筋というのはなってしまうということで、まあ、そういったね、負荷のかかり方、伸びたところに強く負荷がかる種目ではないので、えー、なかなか筋肉痛になりにくいというのはまあ腹筋ではあります。 ただまあ腹筋をねやる感覚が少しあえて久々にやるとやっぱり腹筋が筋肉痛になったっていう感じはあるかと思いますね、えー、その場合には上の方はやっぱり来るとは思うんですねで下の方の使い方がただここうまくないとあんまり来ないということもありますがしばらくちょっと腹筋の期間がちょっとあえたり今から行うような下っ腹のね運動をあまり全然やらなかってそれから期間が経てドンと強い腹筋の運動をやってあげると へそからした筋肉痛になることはまあ,あります僕もね今言ったように毎回はならないんですけれども時々へそからしたもうこのね恥骨のねついてるところから全部が筋肉痛になるっていうのはありますまあそこもね今日は紹介していきたいと思いますしただえっ、ー、と一つだけやっぱり一つだけ最初に押さえておきたいのがこの、まあ、下っ腹を鍛えたいというのはまあ OK ですで下っ腹を引き締めるというのは基本的にはこう体脂肪になってくるのでここを間違いないように えどんなに腹筋を上も下ものです腹筋を鍛えてもそこに脂肪が乗っていれば、えー、体脂肪が多ければお腹は太いですボヨンとしてますだから基本的にはまずそれを取らなきゃいけない見た目としてはねただその中でもちろん腹筋がきちんと締めてないとお腹はやっぱり出やすいですし、えー、弱いというのは運動を何をやってもらうかいかないのでやっぱり腹筋は強い方がいいですで下っもやっぱりきちんと使えるなら使えた方がいいと思います それができれば、へそから下の部分をね、硬さ、硬くね、腹直筋が、あ、ここからこうずっとあるなっていう、6つ割れた下ですね、6つに割るその下の部分もぐーっと硬さが感じられると思うんで、まあそういったものやっぱりあった方が当然体の機能としてはいいというので、そこをやっていきたいと思います。で、下っ腹というのをやっていくときに、まず基本としてやっていきたいのが、やっぱり骨盤の動きですね、骨盤の動き。これはあの、クランチの時に言ってる動きなんですけれども、 えー、クランチの時に通常ねこう上半身を丸めていくのが、まあ、クランチですけれどもただその時に、えー、骨盤を上げてくださいよって言ってますでここをまずきちんと基本を押さえておいてほしいです通常ここ、まあ、あのまあこうやっていったらまあ反ったりしますね、えー、反ってる部分をとにかく潰す潰す反ってね通常思いっきり反ったらこう手が入りますねこれが手が一切入らないぐらいグッと潰すと 骨盤が回転してきて骨盤が回転してきて尾骶骨がありますね。足の力ではなく足の力じなく骨盤腰をグッと押すこと。へそもしくはへそより1センチ2センチ下のところをグッとこっち床方向に押すことによって骨盤が回転して尾骶骨が浮く。今まずこれが正しくできるかどうか。お腹の力だけ。これかかと踏んだわけですよ。かかと踏むんじゃなくてこう隙間が 丸っきり潰れた状態の時にビ低骨はちょっとよく骨盤回転数その時にへそから下が硬くなっているかどうかを確認できるかどうか硬くなっているのがまずこの時に指で触って硬くなっているかどうかというのが一つそれから、えー、自分のへそから下のこの腹直筋が感じられていること腹筋自体でそう,うっって力入っているの感じられているかどうかこの二つは確認してくださいそれから今と同じこの動きを膝90度ねすね垂直のところで同じことをやります ではまあ今じゃここは頭の後ろですよ。これをこれをですね、えー、押すことによって尾低骨を浮かせる尾低骨を浮かせるはい骨盤を浮かせる、えー、僕はね微低骨だけじゃなくこれ今仙骨全部浮いてる感じです仙骨全部骨盤全部が浮いてる感じで、えー、脊柱起立筋のところがグッと押さえつけられて脊柱起立筋が、えー、ベンチについてるという形で今僕骨盤全部浮いてますなかなかね 動く範囲ちっちゃいんで、実際に僕もね、美艇骨2センチくらい、仙骨は1センチくらいしか浮いてないんで、なかなか見えづらいかもしれないですけれども、そのぐらいの範囲になります。でただこれをやっていくときに、膝をこっちに引いて持ち上げるわけじゃないです。こういう巻き上げじゃないです。これ足の重さで来てしまうんですが、足の重さでなく、押して尾艇骨上げるというね、最初にやったこれを太ももが垂直なままでやっていく。 こっちに上がっていくだけなので膝がこっちに、ね、来るわけではないというところでまず確認正直言うとこれだけずっとやっててもへそからしたらかくてもう結構つらいですこれだけでもやっぱり結構つらいですでクランチというのがこれを骨盤をもう押して持ち上げたままで吐きながらこうやっていくというクランチをやってくださいと言いますこれをやってる時にみんなね 上ばっかりに意識がいっちゃって上ばっかり上げることに意識がいっちゃって、えー、上げようと思うと足が下がったり足が下がっていくこう逃げていっちゃう逃げていかない,いやもうちょっと逃がすのが難しいんだけど慣れてしまうこう上げた時にこう逃げちゃうんですねこうお尻が逃げちゃうで逃げていくと腹筋このままこう逃げてますが収縮っていうのは両方からになります両方からになるので、えー、グッとして持ち上げたまま骨盤を持ち上げたままで 吐いて収縮でこの上半身上がった時も骨盤が浮いてる感覚は何も変わらないようにやっていくというのがまあクランチになりますねまずはクランチにおけるその骨盤の使い方を完璧にマスターしてくださいえっとこれができるので次のレッグレーズとかに移っていかないということ今のね腰を押して尾腱骨骨盤上げるというその中でクランチをやっても 全くここ骨盤が落ちないというところをまず基礎をしっかり作ってくださいここ急がないということですあの全然1か月2か月変わって構わないですで、えー、そこは完璧にできるようになったら次に移ります今度はいわゆるレッグレーズ足を上げてくるやつに入っていくんですけれどもこれをやっていくときにまあレッグレーズという名前がね足上げってついてるからまあよくないのかもしれないですけど 足は見た目に上がってるんだけど要は重要のはこの骨盤がさっきの回転をしててそれに足がついてくるということです骨盤が回転して足がついてくるという順序で必ずやる、まあ、イメージどころじゃないです必ずそれでやるということです骨盤が押されるから足が後からついてくるずーっと押さえたまま骨盤をさっきと同じ形でやるから足がついてくるということ そうすると、さっきと同じように、太もも膝は垂直より頭の方に来ることはないです。垂直まで。高く上がったとして垂直まで。これを、なんか上手く上がらないから、膝を持ってこようとしちゃうと、膝が曲がっちゃう。上がりとこうと思うと、膝が曲がっちゃう。これ、お腹が弱いからこうなっちゃうのはまず一つ。えー、それと、柔軟性がなくて、もも裏が硬くて、えー、 上がってこないといととうここも結構あるんでこれはねレッグレーズで下腹部を効かせようと思ったらそういう意味でやっぱり柔軟性でもきちんと整えておかなきゃいけないということほ他の運動でもやっぱりそういうことはまあ,ありますねなので骨盤を浮かせる足を上げるという順序で垂直までにしてくださいねそれよりこっちには来ないようにしていくという感じでまず上げていく上げていったら今度は上げていったら今度はグッ 押さえつけたまで限界まででで限界すこの時にまた腰が反ってしまうのにフンッと押さえつけたままでやっていく骨盤を上げてフンッと押さえつけたら絶対に力こ結構全力になりますここは収縮きついかもしれないですけどここは負荷がそもそも遠くに行ってますからかなりきついので相当な力がいきますここでねそれかなり全力でグッと潰すような押さえつけたまで骨盤が上がるようにやっていく まあ実際には足を伸ばしていくと本当にさっきのクランチよりももう尾手骨骨盤はやっぱり上がりにくいです本当に 1cm とかという感じでそのぐらいの幅小さい幅になっていくんですけどただそこが微妙にその方向に力が加わってるかどうかということが一番大切それがお腹下下腹を使ってるということになりますのでまずあまり大きな動きを期待しないでグッと完璧に上がらなきゃいけないと思わないでこの方向に力が加わってるかどうかだけを追求した方がいいですね あの高さではないということそこを気をつけてくださいで次の段階としては今のこ下側ができるようになったら、えー、上半身を丸めたまでのこういうレッグレースですねこういう形やることは同じこれやることは同じで上側の腹直筋の上の方をより強く固めたままでかつ押して骨盤尾手骨をて上げる方向にしていく上げる方向にしていくさあここまでね段階ありましたね えまず骨盤の使い方それからクランチするまあここは初日でもやってもいいでしょうでクランチからレッグレーズに移るまではクランチが完璧になねクランチの骨盤が完璧にできてからなのでここ正直初心者だった場合2ヶ月3ヶ月ぐらい多分かけた方がいいですそこはかなり完璧になってからこっち移った方がいいです中級者でもここ必ず飛ばさないようにきちんとできてからレッグレーズで それが、えー、強くね膝が曲がらずこれようになったら上半身を曲げるという段階を踏んでいきますでそこまで来たらさらに上級者へのレベルアップをしていきますで今ねまあこのベンチちょっと足が折れ曲がる感じになってるんですけどジムでジムだったら、えー、斜めのね腹筋台があればそれを使うといいかなと思います はいまあこれ今ね床に足を畳む感じまあここあの足つくところあるんですけど、えー、こういった感じの斜めにして今日はやっていきますが、まあ、ジムの場合には、えー、と斜めのねこう引っ掛けるはしごに引っ掛けるような斜めの台があればそれでもいいですし何か工夫ができるんであればこう斜めのインクラインでのレッグレーズをやっていくということこれ結構上級者になります角度が高いこれぐらい30度あるだけども相当きついですね僕自身は まああのジムでやるときは45度ぐらいでもまあやっていきますがそこらへん結構上級者になってくるかと思うんですけどこのインクラインでレッグレーズをやっていく今度はこれはベンチはまあ上を持ちますねベンチの上を持って同じ骨盤の動きをやっていく同じ骨盤の動き同じ骨盤の動き骨盤をしっかり上げるこれはぐっとこもっていいです持ってていいけど腕と脇で上半身を上げるようなドラゴンフラッグみたいなここら辺をかなり使うってことはないですあくまで あの体重をちょっと固定してるだけでやりたいことはここ同じでたださっきと比べて、えー、さっきはベンチに対してちょうど垂直だったのでこの角度だったんですけど、ね、このぐらいの角度だったんですそこよりももうちょっと骨盤きますのでその分上半身は固めてかつ骨盤もっと上がります、えー、多分ね、えー、と微低骨で5センチぐらいは、えー、上がるところにいきますが膝を曲げることなく垂直までそれをグーっと耐えていく 骨盤を持ち上げるぐーっと耐えていくこうもちろん吐いてますね薄,くし,す薄くしか吸えないです。吐いて薄くしか吸えないちょっとしか吸えないですよ全部吸うことはもうできないですこれを大体地面と水平ぐらいのところまで下ろしていくんですけどここでまず重要なのがさっきのまず最初と同じ骨盤を回転するから足がついてきて さっきのフラットに比べたもう30代足がこっち来てやっと垂直になるということはまず一つ。それと、下ろしていくときに、下ろしていいという感覚じゃないです。下ろしちゃいけないという感覚でやっていきますね。それどういうことかというと、頭の中で下ろすぞっていうふうにやっていくと、骨盤一気にグーンと回転して、骨盤がグーンと回転して腰が反ります。で、腰を反らさない自分では微低骨を1センチは最低でも持ち上げ続けるぞというような感覚で、 正直言うと今僕微妙ですけど5ミリ7ミリ浮いてます尾てい骨尾てい骨つけない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 でコツ曲げる尾てい骨つけないつけないつけないでコツ曲げるビテコツ最後までつけない今僕やってる僕の感覚では仙骨の分てい骨の仙骨の分では あのベンチに当たって触ってはいるけどぐっと圧力がかかるところまで行ってないということまだこの脊柱切りつきのところがぐっと押された強く押された状態のままで仙骨は触ってはいいけどぐっとねあの足の重さからこの仙骨の部分に圧力がかかってる感じはまだないですそれぐらいずっと抵抗しながらも足だけ向こうに引っ張られていく引っ張られていくのをお腹で抵抗していくという感じそれをさらにぐっとさらに強くして お腹を押して骨盤を上げていくという感じでのインクラインでのインクラインでのレッグレーズになってきますここ絶対気抜けないですよ結構相当全力です僕喋ってやってるけどかなり全力になってきますきついです重要なのはまず本当にきちんと使い方下っ端の使い方はまず最初のクランチの時にやっておくということそこから徐々に徐々に筋力を伸ばしていくということですね急には伸びないですよ えー、使い方がわからなかったという人がいきなり1週間2週間今のところまで絶対来れないですからあのせいぜいフラットのレッグレーズをやっていくというところが、えー、多分通常は数ヶ月はかかっていくものかなと思いますでかなり強くなってきたら今のインクラインをやっていくという形になってきますねでこのインクラインのレベルまで来ると結構やっぱり筋力がいるかなりねダンベルで言うなら使用重量がかなり重いものになってきますのでへそからしたら筋肉痛に来ることも僕も多々あります まあそれも、ね、あの毎回毎回やったらそんなに来ないですけどちょっと間が空いて、えー、今のインクラインこれをもちろんだから45度で僕が自分自身がやっていくとへそからしてもぐグーッと筋肉痛になりますね、まあ、筋肉だけでもちろん目安ではないので使ってる間のこの使用感ですねへそからしたらふっと耐えてるそこは収縮してるうっと耐えてる収縮してるというこの繰り返しをやってる最中に感じながらできてるかどうかというところもね探しながらやってみてくださいで最初に言ったように今言ったようなものっていうのは あのジムでねかなり特殊なね、えー、いいマシンがなければなかなか伸びたところで、えー、腹筋に負荷を与えるとかなり難しくてですね特に下っ端の方に負荷を与えるのはかなり難しいのでかなりすごいいいマシンがない場合にはもうこういったベンチでまず自分が、えー、自分が下っ端の使い方が上手くなるということは大事です。ただ、ねまあ、今すごいいマシンがあればと言いましたけど あのすごいマシンがあっても正直今みたいな使い方ができなければ何もならないです何となくやってるだけになると思いますまあよく聞かれるのが、まあ、マシンは例えばチェストプレスなんかでも正直ダンベルを使ってきっちりここうまく使えるような僕はいつもいつもねうるさく言ってるのううまく使えるような使い方ができないとチェストプレスやっても効いてることがさっぱりわからない人が多いですだから結局のところは 自分がすごくそこの筋肉を使っている感覚というものがねうまくできるようなところまでちょっと高めていかないとマシン使っても同じですなのでこういうものやって自分のお腹の使い方がうまくなってほしいんですねそうすればねあのどんなマシン使ってもどんな腹筋運動やってもうまくお腹の使い方とは分かってお腹に効いてくることと思います ま、最終的には、今みたいな骨盤の使い方、下っ端の使い方がうまくできるようになってくれば、効いてる感じもわかるだし、筋肉痛も起きるだろうし、えー、しっかりとヘスからても硬い感じが生まれてくると思いますので、細かく段階を経てやってください。そこから徐々にレベルを上げて、負荷を上げていく。ということです。はい。頑張ってやってください。パーサー取りの友人でした。Go! Go!